ビデオ撮っちゃダメですか？あ、ビデオ撮っちゃダメですか？よろしくお願いします。抽選を始めます。お、本番や。それダメですね。何行くんですか？な、リゼロ。まあな、あの前回の周りを見るとな、あれは確かに朝から行っていい回転数でしたね。うん、昨日はスロアカパチへこんでもうたって。あれ今日パチ頑張るのみたいな。ああ異世界店長のツイッター参考になりますからね。なんかありますか？昨日のがこれだから、あのメインはこれスロってことですよね。あで昨日でこれで赤ってあれ一回交換コーナーやっとった。なんで一回交換コーナー赤字だった？赤字って言うかな、おじいちゃんが、おじいちゃんが飼ってるって言った。そうそう、ワンパンも入ってる。ワンパンみたいなお外で入って買ったんだ。あ、最新台だった。ワンパン取りゼロや。ちょっと見てみよう。ワンパン新しいやつや。あ、悪くない。ワンパンゼロ。あ、やっぱりゼロはいいな。なんかこれ行けるんだよ、私は。あ、じゃあこれ行ってみようぜ。ほんまにいいよ、いいよ。当たり確率が 319.6 分の1、鬼がかりラッシュ突入率約 55%、 継続率が約 77%、 タイプは1種2種混合機種でございます。よろしくお願いいたします。言うて前回な、その鬼がかりラッシュに入れてへんからな。やってみます。今日は鬼がかりラッシュを目指したいです。ほんでな、今日私が朝1回パチンココーナーに来たら、リゼロ鬼がかりバージョンがこの1回交換コーナーのところに来ておりましたので、ちょっとこれもまた期待でございます。移動台ってやつよ。上に移動台って書いてあります。で逆にここにあったのスプラッシュバージョンのリゼロが向こうに行っておりました。え、いや、こいつちゃう、こいつ。ほら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 、赤や。まずは終わりの始まり。あ、緑や。終わりにしましょう。あ、ゴッツ。なあ、ごついで。ん？2回目終わりの始まり。赤の。ってみたんちゃうか。わしや。なあ、確かに入った瞬間にな。緑。赤。あれ、抗った思てんけどな。まだ
止まるまでが、あー止まってまた、なんやまあまあ 319.6 分の1やからな。15、え、メモ、もうわしってさ、結構もうすぐ当てちゃうからさ、とかもうすぐ測る癖がついちゃってんねんな、多分。ストーンって何？ご一緒していいかい？しまった。結構回るようになってきた。なわし、この前さ、パチンコのな、なんとな、家からな、普通にな、もう朝か、朝一ちゃうで、趣味打ちのためだけに外出して、そう、パチンコ、パチンコの。でな、よーしって、わしはもう、な、よーし、あれを打つぞー言うて、打ちたい基地がある、ここ、もうピュー、な、あの、調べてさ、そう。ここにあの汽車あるわ、わしが落ちたやつ言うて、で行ってな、1台だけやってからさ、座ってな、やったーあったーと思ってさ、一生懸命に探してさ、バラエティーコーナーにあったわ思ってな、よーしやるぞー言うて、ピッて入れてさ、ほんでさやろうと思って、なんか画面真っ暗やってやるか、あーなんかデモモードみたいなんかな思ってな、手をつけたらなんか画面光るかな思って、光れへん。でも、ああ、なんか、あの、な、やったら光るかな、思って。光れへん。たま、入ったら光るんやタイプなんかな。で、ちょっとおかしない。まだそんな時に限って全然入れへんの。さすがに店員さん呼んでさ。すみませんって。ちょっと入れてみてもいいですかって。は、お願いします。真っ暗のまま。結局、わしは、趣味打ちをすることなく家に帰ってしまいました。え？液晶が壊れてた。何？液晶が壊れてた。それで？でも、でもその日200回転ぐらい回転ついてたよ。うん、上に。だから誰かがやって、でその後きっと力尽きてしまったとかなんかなって。液晶ピラーのハーネスが抜けてた。何？え、イニシャルで。でも、隣に置いてくれました。ありがとうよ。なんか両手でやった方が回る気がする。なんかわしの全力をこう、全力よ。はい、3000円。時点、3000円時点で53回転回りました。割る3したら 17.6 ぐらい。まだ分かりません。玉筋さ、500円って言われるじゃん。この時って回転数もそうだけど、玉が真ん中に集まってくるかどうか確かめるみたいな。おー、はい、あー、玉の流れを確かめる。見るのね、ここ。楽しポイントってさ、だいたいどれ、どの部屋に決まってさ、どこでこぼしてるか。なわしな、思ってんけどな、あんな、例えばさ、あんたはさ、でかいやんか、身長が。で、わしは身長が小さいな、やけど、な、そんなさ、でかい人と、この小さい人が、例えばこう、見るときの、この、感じとはさ、違うくない？いや、まあ、盤面に対して、上目で垂直かどうかっていうのは、別に変わんない。うん。おおむね垂直かどうか見ればいい。でも基本的
らさ、どうだろう、一緒だから。そうな、うん、なんか山登りと似てるわ。なんか山登りも疲れた時とかさ、こう一歩一歩、もう一歩ずつでも頂上にな、向かえばいいよっていう気持ちで歩くからさ、これも一玉一玉でいいねっていう、似てる。あーもうほんまあんた1秒やん。先輩赤の信頼度は 40%。 この音が好きなんですよ。なるほど、さっきしたもんな、3ゲーム目の時頭がおかしくなる。楽しんでんな。めっちゃいいやん。確かにな。あ、ほんでか、ほんでやっぱ面白いんや、さっきバレモンを。ビーチだ。来たかな。チャンスです。赤セリフ。うわ、鬼がかりバージョンってことは鬼が主役やろ。これ鬼の鉄球やで。これ鬼の微笑みやで。これごっついんちゃう。うわ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 、赤や赤や赤や。ちょっと期待やで、これはさすがに。鬼光ってもても鎖の音もパラパラ弾いてるし。鬼がかり。なになになに、なあ、鬼がかり、鬼がかり、なになになに、なに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 、え、当たったんちゃう。うわ、赤や。これ当たったって言うんじゃん。なあ、だってこれリゼロの鬼がかりバージョンで、鬼がかりの幕張ってんだよ。こんなポロン言うて当たんの。3000確定とかちゃう、しかも。だって鬼がかりバッシュやろ。ほんで鬼がかりの幕張ってんねん。君を救ってみせる。いやこれ当たったわ。せーの、はい、ありがとう。あなただけが特別なんだからね。はい、ありがとうな。235回転当たりでございます。投資は14500円です。あー、出た出た、ありがとう。早い、私たちの勝利。なんということでしょう。ありがとうな。どっちや、お願いよ。またやおいよ、おいよ、あんたまた鬼がかりらしゃいらんかった。それにかけるしかない。ちょい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 、1500で多分いっぱいなんですけど、やっと鬼がかりラッシュを獲得したいところでございます。お願いよ。
の。なんでやった。おしまいや。左打ちに戻してください。私は情けない。はい、リゼロ鬼がかりバージョン。残念ながら鬼がかりラッシュには入れることはできませんでしたが、1474玉獲得して、でこちら1回交換コーナーなのでおしまいでございます。ちゃんと回るかどうかも。あぶあぶあぶ。ベルフェルのサイン。めっちゃしゃべる。まあ、あらんのー、まだ42ゲーム。君を救ってみせる。さっきと言っちゃう。待って手離しちゃうよ。よつなぎ止めたんだ君の涙から。お前めっちゃ早い。君の目で私が聞く。引き分けまで負けねえ、負けられねえ。誰も失いたくねえ。とどめを立て、ユリス。忘れないよ、あの時を今から。君を救ってみせる。せーの、はい、ありがとう。本日2回目の初当たり42回転。本日の投資は1万7000円やけど、まあ、3500玉くらい流しております。かー、めっちゃ軽い。うわー、うん、なあ、いい波来てる。にゃにゃにゃん。よし、ほんでちょっとそろそろお願いしますね。ちょっと鬼がかりラッシュに入れたいです。頼む頼む。ああ、またや、またあのあれだ、鬼がかりの挑戦のやつで肩なんか。ん？うん。なあ、ラッシュの方が多いねんで、5パー。いや、いけるやろ、そろそろ。お願い、切るやんな。おー、じゃあ切るわ。うわー
い、ありがとう。始まった。すごいなぁ。確かに自然に涙が出てくる。脳がおかしなっとる。人の脳と涙腺に直接刺激的に効果的に呼びかけてくる何かを持ってる。何やろう。ありがとう。はい、よし、うらい。で、継続率がここから 77%。 うん、確かにな。なに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 。いやー、ありがとう。これもおかしい。忙しいな。強気な箱やな。でもそうなんで、そら。なるほど、リスタート。ありがとう。あれ？ちゃうの？継続いうかね。継続ね、継続、継続。これがなくなるまで当てれば。はい、いや、どうですか。え、なんかリゼロの鬼がかりバージョンを初めて楽しめたけど、はい、でももっと全然楽しめていません。7000発しか出なかったからです。そうですね、はい、5万発出したかったですね。あんなんじゃないで。よし、ギルから戻ってまいりましたので、また店内でいい台が見つかるといいですね。はい、よし、で、あら、ありがとうございます。あれ、わかんな。そりゃ18歳以上のはずやって感じする。確かにおもろかったな。確かにおもろかったっていうことだけ。そう、実際終了。
本日私結構パチンコを中心に打ちました。はい、はい、ほんで投資全部で総投資はなんか総投資37,500円、はい、で回収がちょっとレシートがもういっぱいになってるんですけれども、はい、4枚、はい、じゃあ順々に出してください。はい、パチンコの方からな、パチンコの方から、はいはい、1,474玉、はい、6,323玉、はい、789玉、はい、でスロットが307枚、はい、はい、うわありがとう言うて勝ちかな。勝ちだね。わあ。決まり手は？これ？あ、多分そうだと思うよ。わあ。はい。でこちらピラミッドアイが本日の決まり手でございます。お。ほらな。わし当たる気してん。ありがとう。な、めっちゃ嬉しい。でパチンコもな、やっぱりな、あのリゼロいうのはおもろいな、鬼がかりバージョンな。なあ、あの鬼がかりラッシュに入ったらまあそらようけ出るわな。そんな出てるそんなちょっとそんなようけ出てない。私でもこんだけワーワー言うてんねんから、そら陽気出た方はそれも虜になるな。うん、虜になるよな。あ、頭がおかしくなってしまいます。77%ループでしょ。77%ループすごいよな。しょうがない。3000が 77% ループだからね。そうやで、そうやで。3万発ぐらい出てもいいぜ。7,000玉くらいで終わってしまいました。まああれだけ回る鬼がかりでいいよな。そうね、うん、そうな、うん、いやあれずっと打ってたいな。あ、野田で打てんじゃん。おお、え、わしパチンコにスロットから行って現場の雰囲気直すパチンコも出てるから。おー、開いてねえか。分からんけど、開いてればね、機会があれば。まあでもここ甘いよ、やっぱりこの店な、なんだかんだ言って甘いな。何しろ代表できるっていうのがでかい。見つけるのは難しいけど、ゆっくり探せるね。そうな、ゆっくり探せる。デートした気持ち、あ、もうシャカシャカしちゃう。なんだかんだ言って勝てるよな。実際途中から来た方とか、あとなんかそのもう普段からリゼロックっぽいやつが入ってる時とかのグラフ見てても、全然その回転10時から動いてる感じじゃないし、やっぱり途中から来てふらーっと来はって、積もりはったとかが多いんかなって思います。そうですね、まあ、そのとこですね。はい、とても良かったです。お店も結果もとても良かったです。はい、はい、ありがとうございました。